これは大阪市内にある200床規模の民間病院内の映像です。この先の部屋にコロナ患者が入院しています。本来コロナ患者を受け入れる病院ではありませんが、それでも受け入れざるを得ない実情があります。これは今年5月に病院を取材した時の様子です。毎日感染疑いのある患者が救急外来で運び込まれています。地域の病院としての役割を果たすため、陰圧テントを自前で購入し、感染の有無を検査するなどしてきました。ただ第3波を迎えて以降、これまで新型コロナへの感染が判明した患者を受け入れてくれた病院から受け入れを断られるケースが相次いでいるといいます。まあ、その当時は大体翌日か、まあ、翌々日ぐらいには、大抵見つかって転院できることが多かったんですけども、まあ、今回11月以降ですね、また感染者が増えてきて、特に11月の後半からは、一旦ちょっと当院に入院していただいた患者さんが、まあ、なかなか、転院の受け入れ先が、まあ、見つからずに、まあ、そのまま当院で、治療を継続しないといけないというような状況が生まれてきています。先月下旬、肺炎などで入院した患者の一人の感染が判明し、府に連絡しましたが、病床の逼迫などを理由に転院ができず、専門の治療が受けられないまま死亡しました。現在も患者一人の転院先が見つかっておらず、入院からすでに20日が経っているといいます。こうした現状に病院長は医療崩壊という言葉を口にしました。冬場はやっぱり心筋梗塞とか脳卒中とか、まあ、様々な病気が増える時期なので、まあ、それに加えてそのコロナの方が、まあ、かぶさってくるというかね、乗っかってくるわけなんで、もともとコップがこうギリギリのところが当然溢れた状態に、まあ、なる。医療崩壊といえばそういうふうな言葉も使えると思います。